ご飯を食べに行くのでメイクをしようと思います。最近美顔器、美顔器っていうのかな、なんか肌をなんか保湿する美顔器とかなんかをギフトしたので、いつもそれを化粧する前につけてます。久しぶりじゃないすっぴん見せるの。そんなことないっけ。絶対そんなことあるよね。結構不調なんです。全然いい感じじゃなくて、やばいね、めっちゃ外の音聞こえる。ちょっと窓閉めるわ、さすがに閉めるわ。すごいなんか交通量がバレる感じのなんか嫌だな。ね、なんか午前中に配信やるの久しぶりだから新鮮。でもなんかさ、電気が流れてるかどうかが分かん、流れてないかな。めっちゃテレビの音るさ、ね、そう考えたら。顔はなんかあんまピクピクしないから、なんだろうね、肌系をなんかケアするやつだけど、私なんかあんま朝洗顔しないんですよ。起きて水では洗うんだけど、朝は洗顔しなくて、だから汚れこれで落としてる。昨日は久しぶりにお酒飲んだから、もちろん一人でだよ。なんか結構飲んだ。昨日はね、3本かな。でもなんかお家にスミノフがあって、それを飲んだ。こうやって見ると汚れめっちゃ溜まってるってなるの。ウォッカって何なんだろう。私あんまりお酒のこと詳しくわからないまま飲んでる。
美味しそう。なんかお腹空いたんだけど。今すごい眉毛が変なので眉毛を生やしてましたから。岐阜はすでに20度まで気温上がって。そうなんだ、暑そうだな。岐阜帰りた暑さ聞いて帰りたとはならないけど、岐阜帰りたい。でも普通にこうやって触ってこんな肌赤くなるのおかしくない？鼻とか真っ赤になっちゃう。でもお酒飲むとやっぱお腹の調子私めっちゃ悪くなるの。だから次の日とかあんま飲みたくない。確かにこの時期めっちゃガガンボ飛び回ってそうでやだな。添加物とか摂取するのやめたい。なんかさ、わかんない、そんなガチガチで勉強したくらいないけど何かを勉強したいって思ってて今。早く資格取れって感じなんだけど。なんか勉強したい。何がいいんだろうね。なんか何が合いそうなんだろう私って。だからうわー、食生活アドバイザーとかもめっちゃいいなって思う。だからそれこそね、やっぱ調理師免許とか取っとくべきだったなってめちゃくちゃ思うもん。床の薬塗るの忘れてた。もうさ、食べてないからさ、朝とか。薬飲まないといけないし。美味しそう。なんか何が食べたい気分なんだろう今。お腹空いたけど、でもウーバーイーツとかはする気分じゃない気がするんだよな。今日は買い物もします。何買おうかなって今考えてるところ。何買おう。いや、なんかキャップがずっと欲しくてキャップは買おうかなって思ってるんだけど、なんか、まあ、見て決めればいいんだけど、キャップだけでなんか
買い物を満足いく気がしない。しないにゃん。しないにゃん。とりあえずちゃんと水を飲む。ねえ、爆買いしたい。今アイス食べたらお腹壊すかな。朝ごはんにアイスたまない。別にそういう人いるか。別にアイスでお腹膨れないけど。びっくりしちゃうかな。ね、今日から雨降る？お酒飲んでお腹の調子あんま良くない今。やめた方がいいか。素直。明日雨、本当に雨。どうにかならない？雨明日。ならないよね。ショック。明日結構出かけようってなってるんだけど無理だね。もかに傘かわいいので行けばテンション上がるかな。もうでもさ、髪の毛が湿気でさ、もう終わっちゃうの嫌だよね。なんならもうストレートで出かけてみるとか。あーでも私ね、基本ビニール傘なんでかって広範囲で絶対濡れないから。うわ、マッシュルームだって。もうバイトしようか、お腹空いてきた。最近ね、ウーバーイーツでワッフル頼んだんだけど、めっちゃ美味しかったんだよね。1098、ちょっと後で撮るわ。めっちゃスピン。なんかハンバーガーとかさ食べたいのにさ、マヨネーズとか抜けないじゃん。うわっ
フロントある、フロントのバナナミルクが飲みたいけど、パスタって気分じゃないな。フロントのバナナミルク飲みたいけど、それだったらご飯も食べたいから、我慢します。なんかウーバーって抜けないんだよね。そのなんかサブウェイとかもさ、カスタマイズでさ作れないじゃん。そりゃそうか、サブウェイはマックとか抜けなくない？わかんないけど、例えばだけどエッグチーズバーガー食べようと思ったけどチーズ抜けなくねって思っていつも頼まない。ねえ、書いていけんのかな。今度やってみようかな。こんなにできないと思ってた、ずっと。ちょっとスポンジ濡らしてくる。熱い、窓開けてると。間違えた、閉めてると。暑いね、もう雨なんだ、最悪。突然だけど最近すごく綺麗になったよね新気分よく言われる最近、なんだろうね、ちょっと痩せたからかな。でも本当にね、なんだろう、こうお仕事とかで外出るときは結構なんか3食食べるんだけど、家にいるときマジで究極前お腹が空くまで待つから、2食とか朝絶対食べないし、だからかな。一回に食べるのは結構多いんだけど、食事する回数が減ってる。それってなんか太りそうだよね。ブロントのパスタ食べようかな。ポムの木もある。でもが食べたいんだろう今。でも甘い系が食べたい気がする。オムライス大好き。カ
辛いのじゃない、でも辛いの食べたらもう私の胃は終わる気がする。ベビーカステラとかあるんだけど、でもスキヤとかでもいい、スキヤ見てみる。いや好きじゃ、好きやじゃない気分なのは分かる。ビアードパパとかもあるけどな。いやモスとかにしようかな、なんかいやマックにしようかな。でもご飯ではないことは分かる。パン系が食べたいと思ってる気がする。甘いのかな今求めてるものは。昼にビアードパパってちょっとおもろいよね。あサンマルクとかでもいい。チョコクロで500円くらいするんだ。130円だった。いやでも違う。みんな何食べた？お昼。プロントのバナナミルクで1000円くらいするっておかしくない？だってやだよねそんなの。わあ焼きそばもあり、ベーコンレタスバーガーもあり、全部美味しいじゃん。うわあいいな。でも今日の夜食べるのは決まってるんです。何か当てて。わ待って、そんなこと言ったら焼肉食べたくなってくるんですけど、正解は牡蠣です。牡蠣を食べます。今日は牡蠣を食べます。マジでハマってるっていうか、もう日課になっちゃってる。月に 2,3 回は食べてる。生牡蠣でお金なくなってるんじゃないかって言っても過言ではない。
空いた。でもなんか本当がいいんだけど、うん、パスタ食べたいならフロントでよかったんだけど、別にパスタ食べる気分じゃないから。だよね、やっぱ牡蠣のためにね、なんか我慢したい。牡蠣でお金をかけるから。なんか飲み物買ってくればよかったな。水しかない。まあいっか。アイス食べるわ。結局結局だけどアイス食べる。高価ロイヤルミルクティーアイスを昨日買ったので食べます。うん、うん、うん、めっちゃミルクティー美味しい。今すごいなんかミルクティー系、ミルク系が飲みたかったから満足した。もう、うん、美味しいにゃん。一応ね、友達が泊まりに来るのでちょっと掃除をしようと思って。私なんかメイクしないと掃除進まなくて、謎に。だから先にメイクしようと思って。一瞬スキヤみたいな面白くなって、そう一回見るの。スキヤとかマックとか一回見るんだけど、結構朝って甘いの食べたから。でもウーバーの数って月1回か2回で抑えたいんで。わかる？
なんか昨日友達と電話した時に、なんか自治問題、普通になんか普通に知ってるレベルの問題を出し合ってて、私はなんか県庁所在地を出したの。久しぶりになんかそういうのやったらめっちゃ楽しかったんだけど、なんか私はなんか岐阜とか三重とか、 なんか島根とかの県庁所在地出して、すごくない？ちょうど島根だって。これもなんか向こうはなんか地理が得意だから、じゃあ地理の問題出すわって言われて、アメリカの首都はって言われて、私は習ったことを覚えてたんだけど、どっちかどっちか分かんなくて、ロンドンかワシントン DC か、ね、ロンドンって言っちゃったの、間違えてワシントン DC だった。ずっとやってる、もう4年間くらいずっと同じ間違いしてるそう、アメリカの人ロンドンだって思ってた。でロサンゼルス、ロサンゼルスとロンドンがちょっと似てるなって思ってて、ずっと似てるじゃん、ロで、ロサンゼルスだっけ、あれロンドンだっけ、ああ違うわ、ちょっとなんか違う感じだと思って、ワシントン DC だと思ってっていう、急いで答えるといつもロンドンになっちゃうけど、もう覚えた、ワシントン DC ね、もう間違いない絶対。本当に私何も分かんないなと思って悲しくなっちゃった。えっていうかさ、昨日地震あったよね。昼くらい、にゃんちでも知ってる、ね、にゃんちは知ってそう。昨日事務所でメイクしてたらめっちゃ揺れてさ、え地震って言って、びっくりした。地震あったき、イギリスの首都、え、今は言わなかったっけ、私ロンドンって、これがイギリス、え違う、イタリアはわかるよ、ローマ、うん、フランスかパリ、うん、ドイツの人わかんない、ボン
ボンなんとか、え、ボンジュール、違う、これこんにちはじゃないこんにちはじゃないって、ん、でも私はちょっと狙って答えてる感あるやん。こういうのは七瀬とかにやった方がおもろい、多分面白い回答とかできないもん私。こういうのに奈々ちゃんにやったらおもろいよ。いや、おもろいって分かってるから企画の人とかも上がってるのか。私はね、あんまり面白くない人です、こういうの。ベルリンの壁みたいになったっけ、え、ないっけ。ねえ、明日雨とか言わないでよ、本当に。もうめちゃくちゃ気分下がるやん。でも本能寺の変とかわかるの。なんか化粧水とか買おうかな、美容液とか。どこのがいいんだろう、私ってどこのが合いそうとか分かんないよね。いや、ポンポコじゃないもん私だって。全然ポンポコじゃなくない、多分全然ポンポコじゃないよ。めっちゃ否定するけど、なんか金立つだって今の時期。お、お腹がキュルキュルってきたぞ、ちょっとやめだよ。イプサがいいのかな。うん、中に使えるな。テスト楽しそう、学力テスト。LINE してみよう。送った。でも私さ、答えらか、なんか珍解答とかできないんだよね。書けない、わかんないから。面白そう、学力テスト。そのまま答えた方がいい。なるほどね。ありのままの自分をいけということか。珍解答みたいなの答えられないんだよね。
でもひなこって意外と頭いいんだよ。意外とっていうか普通に。確かに小田はうまいよね。小田はなんかすごいタレント向いてる。ひなちゃんはワードチョイスがおもろいか。ちおりさん、それ私が有利だけど大丈夫そう。ちおりが一人勝ちだけど大丈夫そうってきた。ちおりさんなかなかですね。年とかじゃない。千織さんに頭の回転早い。いやでもなんか自分で言うのはだけど、中西が結構頭の回転早い人多くない。だって奈々ちゃんもさめっちゃ速いし、まあ私やっぱこうやってヒルメイクしながら人と喋る、人じゃないわ自分一人喋ってるんだけど好きだわ。楽だもん。なんか私一人でさこうだから洗い物とかもできないからさ、人がいたらできるの。だからこのショールームを人だと思ってるんだけど、めちゃくちゃ楽、楽しい。一人じゃないもんだって。私たち人ですよ。ごめんごめん、人でちゃう。私は画面に向かって喋ってるから。え、じゃあもしで、本当にもしなんだけど、このショールームでなんかみんなで会話機能ができるようになりましたみたいなってなったら、みんな会話してくれる？
喋れるようになりましたってなったら、まあそうだね、こう閲覧者がいる中で、うーん嬉しい。例えばだけど、画角4個で3人が15分交代、15分になったらまた違う3人になるみたいな感じ、楽しそうじゃない？ちょっと、みんな一気に喋れないから、私と3人みたいな感じ。ズームだよね。話題は何でも OK だよ。めっちゃメイク最近コリコリかもしれない。みんな嫌だったら言ってね。ちょっとでも今日は濃すぎた。リップ固っ、開いた。ちょっと今日は赤リップつけてみよう。でもね、普段あんまアイライン引かないんだよね。別に今日もアイラインいらないかなって思ってる。下まつげのマスカラをしようと。最近映画見てないの。でも見に行きたいのあったんだよね。
35度超えたの？怖っ。明日はね、行く場所決まってるんだよね、もう。だから変えられないの、変えられないのって決まってるんだけど、どうしようかって。雨だ。浅草も暑いんだ今日。ね、猛暑日じゃんね、知らぬ間に。そう、浅草とか行って着物も着たいと思ったけど、もう知らぬ間に暑いからね。そう、岐阜ももともと暑くなりやすくて、何着ようかな今日。あ、そう、多治見とか。暑いかも。なんかドライブしたいなって思った。でも自分あんま運転できないから。洗濯物すぐ乾きそう。でも、も窓開けるだけじゃ別にね、なんか全然風があるか。でも浅草のメロンパンも食べたいって思うけどさ、あれ早い時間じゃないとないじゃん。だからうーってなって、ちょっと昨日の衣装の写真載せるね。載せたいんだけどさ、私なんかさ基本目線そらしてるやつしかなくて、ね、こうやってさ、ちょっと足閉じてる方がいいか、足ちょっと開けてる方がいいか、どっちがスタイルよく見える？なんかこういうふざけて開けすぎてるの。どっちがいいんだろう。閉じてる方。あ、意外と閉じてる方。じゃあそうするね。乗せるわ今。どれが顔いいんだろう。
じゃあ行くよ。こっちか手がどっちも下ろしてある方か。手ちょっと曲がってる方がいいか。曲がってる方、なんかこっちも手上がってる方がスタイルよく見える。なんかねこっちの方がウエストのラインめっちゃ分かりやすくない？じゃあ上がって何しようかな。難しくなってきた。こう写真ありすぎるとなんか。いや、あげないのこう。高山人がいませんって。そうね、インスタとツイッターで使い分ける。でもなんかインスタは結構なんかおしゃれめにしたくて、ツイッターはなんかオフショット的なのいつもあげたいなって思ってるから。ちょっとあの後でちゃんと顔を見て決めるわ。どの顔が漏れてたか。ごめん、今載せるとか言ったけど。高山も暑くてもういないんだ人。高山行きたい。高山ってやっぱ有名なんだね。来た高山って有名、みんな知ってる？外さん、そっか、そうだよね。痛くなってきた。素直、おな体は素直だね。お腹痛くなってきた。誰もが分かってたこと。痛い。お腹痛い。お腹痛いにゃー。
お腹痛いにゃん。ねえ、みんなさシェみんなさって言っても男性が多いんだろうけど、シェーディングどこの使ってますか？セザンヌ使ってるんだけど、シェーディングソースが変えたい。もうないから。シェーピングならナイスツッコミ。ヒゲね、使ってないよね、シェーディングなんて。普通にキャンメイク、まあそこシェーディングなんて正直何でもいいかってなっちゃうよね、私はその人間。シェーディングはなんかこう影を入れて顔を削るんだけど、何でもいいか別に、別にそんな重要じゃないわ。デパコス買おうかな今日。なんかすごいデパコス買いたくなってきた。いや友達がねデパコス買いに行きたいみたいな、コスメ買いに行きたいって言ってたから。そう、一緒に買いに行こうって言って。ね、買い物するの私も好き。銀座？銀座かもしれないよ。どこかな？チープリー。今日のおメイクちゃん、ワークマン行ってないよ。なんで？私ワークマン行きたいって言ったことあったっけ？絶対ないやん、絶対ないじゃん。私ワークマン行きたいなんて言ったことない。そうなの？銀座にできたの？ワークマン、ワークマンって岐阜にいっぱいあるよ。逆にワークマン行きたいっていうメンバーいないでしょ。この前さお話し会でさ、なんか始まった瞬間にうわーみたいなめっちゃ叫ぶ方がいてさ、いや私耳いったわと思って、えと思って、ね、怖いと思って、なんかね叫びなんかめっちゃ声でかいから全部音割れしてて、えっつって分かんない、なんか何だったんだろう。でもそうショールームたまに来てる人だったんだけど、たまにっていうか普通に来てる人だったんだけど、なんかちょっとよく分かんない方とかショールームでいるじゃないですか。と思って、あお話会来てくれるんだと思って、名前見てね分かって、でずっと叫ぶのいたと思って、マジでなんだろう、怖いと思って音下げて、もうずっと音割れしてるから音下げて、でも次の人に変わっちゃったから、そしたらめっちゃ次の人の音ちっちゃくて、あごめんなさいって言って音上げて、そうびっくりしちゃった。めっちゃ耳痛くて、もう私耳痛わと思って、終わったと思ったの。よかった言って喋ってることは、あでもお誕生日お祝いしてみたいなのをめっちゃ大きい声で音割りしてて、え私はえんって言って、なんて言ってる、すごい音割りしてて聞こえないんだよって言ってそう、
でもさ、なんだよ、その最初なんかあるんだよね、こういう確認みたいな。でもその時は普通。でもさ、やっぱいざやってしまえばさ、やってしまえば、始まってしまえば何でもできるじゃんね。だから、あー、何これ、何の事件があったの。おじさんっていうおじさんじゃなかった。え、女の子、わかんない、叫びすぎて男だったのか女の子だったのかもわかんなかった。てくらい音割れしてた。うん、でもなんかそういうのがトラウマになっちゃうメンバーとかもいそうだからさ、ね、やめてほしいなって思う。いや、顔も見えなかったの。もうこんくらい近くて、てかほぼ映ってない画角にいたから。でもね、言ったらどうにかしてくれそうだけど、スタッフさんとかね。え、確かにお金払ってでもしたかったのかなって。司会で人が倒れたけどな、そういうのもあるよね。握手会とかもなんかいろいろ思い出あるよね。私の連だよね、覚えてる覚えてる。でもやっぱお話し会、なんか握手会だから来てくれる人が多分多かったから、お話し会とかあんまりね、なんか来ない人多いかもしれない、やっぱり。本当にめっちゃ初期の頃は、初期の頃だったのかな、なんか私もあんまり握手会の仕組みを分かってなかったんだけど、中学生とかだったから。なんか多分めっちゃ握手券を大量に買ってくださったファンの方がいたんだよ。そうだからもう押し増しが使えなくなっちゃって、でもその人が来ないから私ずっとその人だけを待ってる日があって、で私は握手会の仕組みが分かってないから、なんかなんで人が来ないのかも分かんなくて、なんか
泣いちゃった私確か。そんなことがあった気がする。あーすごいことになっちゃった。結局来たっけな、全然覚えてない私。なんかそういう記憶なくなっちゃって、来たのかな、いや来なかった気がする。でもそんななんか買ってくれてる方いたんだっていう。なんかがあったんだろうけど、あこっちはうちになっちゃったし、もう、うん、まあ何かがあったんだろうけどね。ね、私お見送りなかったからね。でもそういうのにもなんか選ばれる人間になれないっていうのもちょっとすごいへこんでたけど、やっぱまだまだ他のメンバーに比べて足りないところがたくさんあるんだなと感じました。自分がね、よし、オッケー。じゃあ準備ができたので私は部屋の掃除をします。また夜やれたらしようかな。でも泊まりに来てるからどうしようかなって迷ってるけど、まあまた75を送ります。じゃあランキングを見ますね。13位まぼろしさん、12位まじばなちゃん、11位ラピスさん、10位ペロペロチーノさん、9位やっすんさん、8位ゆうきさん、7位 YSA73 さん、6位台湾のラリダさん、5位 TK トンガラトマークタイのナトリドンさん、変わった。13位ペロペロチーノさん、12位ゆうきさん、11位まぼろしさん、10位 YSA73 さん、9位やっすんさん、8位新血アットマークナトリトンさん、7位台湾のラリダさん、6位チョロさん、5位 TK トンからアットマークタイのナトリトンさん、4位ゆきさんとマークうなちゃん大好きナトリトンさん、3位ゆりかちゃん、2位香港のケーキアットマーク7レンジャーアットマークナトリトンさん、1位ダイヤくんです。ありがとうございました。ありがとう。じゃあまた夜できたらしようかな。今日はお買い物に行ってきましたので、またじゃあメールとか書くね。ありがとう、ゆっくり配信したけど見てくれて。またじゃあ一応また明日っていうとこかな。また明日、さようなら、バイビー。